ミラノベスタジオ、さあ、この番組はキンプリ大好き芸人の僕たちがキンプリが出演するテレビやラジオ、ライブなどについてお話しする YouTube のラジオ番組となっております。通勤、通学、お休み前にゆるりと聞けますので、ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。僕らはキンプリは楽しく明るくお話ししております。そして僕ら自身も日比谷野音でイベントライブすることを目標としておりますので、応援ぜひともよろしくお願いします。永瀬廉くんが、うん、感動の話を生み出したっていう、永瀬廉くんにまつわる。なるほど。これはもう泣きました、僕は。泣いた。あら、そんなことあったんですか。そうなんですよ、もう感動してね、永瀬廉くんがバイトロケで、スタジオアリスで写真をね、子供の写真撮るので、なかなかうまくいかなくて、子供もなかなか懐いてくれなくて、でも必死にもうへこみながら、もうそのバイト先の先輩に、そんなへこんでるというか、こう疲れてる顔してたら、お客さんに失礼なんでって言われるぐらいへこんで、数々のライブをこなしてきた蓮くんが、そんなんなるんやっていうぐらい。確かに確かに。そう、でもなんとかもう頑張って、アンパンマンの人形とか使って、コテ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 ってやっても、子供は無表情で、無表情っていうか、もう魂が出てる。ほんまそんなコテコテとか言っても、なんか見えてないかもしれない。魂も半分ぐらい出てこんでるけど、めっちゃへこんでて、まあ、それはへこむかもしれないですね。でもなんとか頑張って人形飛んでったとかいろいろやって、子供だんだん笑って、で最後その写真撮った子供が蓮くんに、楽しかったって言って抱きしめてきて、蓮くんも抱きしめ合ってっていう、めっちゃ感動して、蓮くんもよっしゃーってめっちゃガッツポーズしてて、真剣にやってたからっていう、もう感動のね、ストーリーがロケでね、なるほど、あったんですよ。ドキュメントですね、それ。そう、僕は思うのはそれをね、いつ映画化するんかなっていうね。まあ、二文字で言うなら、あ、千。千。そうなん。そう。それぐらい感動して、感動した。はい。まあね、感動的ではね。そう。できれば映画化してほしい。だいぶ短くなってる。短いわ。ロケ通りやから。5分以内で終わるやつ。5分ぐらいで終わるか。ショートムービーの映画とかやると思う。なるほど。それぐらいの感動はね、与えていただきました。はい。雑談タイムです。雑談タイムです。感動ね。感動映画とかで泣けるタイプというか、どうすか？泣きますか？いや、俺毎日泣いてるよ。泣いてんねや。特にブギウギ、今ちょうどさっき言ってた朝ドラの朝ドラで泣くんや。毎回15分やけど、たった15分を毎回泣くポイントと、こう盛り上がるポイント入れてて、すごいな。すごい。で最後絶対次見たくなる感じにしてるから、15分で毎回盛り上がると泣くポイントあって、すごいっすね。それは想像の作りは号泣。えぐい、えぐいっすよ。そんな泣ける話なんや。そう、だから1本15分で、しかもまとめて見るから、あ、なるほどね。U-NEXT とかで1話みたいな、1話100円とかで見れるから、で、一気に2時間とか、1、2、3、なるほど、8話とか見るから、もう8回泣く。泣きすぎやろ、それ。マジで。長い1回だ、それ。えぐい。えぐい。もうほぼ泣くな、俺なんでも。アニメでも泣くし。すごいな。すごいな。デトックスですね、ここで。デトックスいいっすよね、けどあれね。あれいいっすよね。僕、YouTube で、人の結婚式とかみんな好きなんですよ。あ、そうなんや。なんか、そういうサービスをやってるやつがあって、その二人の結婚する新郎新婦の幼少期を演じる、ショートで演じる。あ、してます？めいっ子それやった。え、やったんですか？めいっ子やった。いやー。目の前で。あれが上がってて、何段階、3段階ぐらいで、はじめ、まあ小学生、低学年ぐらいの男の子、女の子。僕は何々とか言って、ああ、やった。いつもお父さんに送られてんだとか言って、で、順番に次女の子。で、次、高校生ぐらい。ちょっと反抗して、親をどの子もしちゃったとか言って、振り返りながら、そこでお父さんお母さんとか、やっぱもう、初めやって寝てるんですけど、初めはなんか、ちっちゃい子演技しだしたってわけわからんから、なんか、こっぱずかしさと、ねえ、何やねんこれみたいな感じやけど、徐々にお父さんお母さんも入ってきて、最後の方にもう、こう、ぐーん泣き出した時に、一緒に僕も泣いちゃう。
ローミターが泣く姿って見たことないから、うん、全然泣けへんやんか。いやそれそんな泣けへんやんかって。いや俺心配してて、お泣くという感情がはなんか事故で破損してる。そこの感情大人間を。そう破損してる。あマジっすか。虫とかそういう誰が虫やねん。虫とか平気で潰すタイプ。いや潰すけど。いや潰しとるやないかい。そう。あそう思ったんすか。へ、うん、意外やな。事故で脳の右脳下の一部分がそこの損傷してるわけじゃない、ね。損傷して、うん、泣くという感情。なってるんかなと思ってたけど泣くってことあんねんありますあります、あります全然ありますよ、まあ、確かにお互いそういうなんか泣きの場面ではあんまないですもんねまあそうやね人前は俺恥ずかしいから我慢したりするけど、うん、全然僕も泣きますよあそうあじゃあそれ聞いて安心した、はい、どう思ってていや俺心配してたね心配してて怖かったから最後やろうと思ってました最後やろうと思って目の前でもし俺が事故でうーってな事故になった瞬間にあクリストの方に殺しますねって刺されるからだって最後の、うん、そうそうそう痛いでしょ痛いでしょ殺しますねそれが楽ですよバイトだって帰るよそうそうそうじゃねーじゃねーどんなにヤバいやつや泣くことあんねんありますありますそうか、はい、いやあれ確かに思い出のなんか事前にヒアリングして思い出のシーンとかすんねんなそう、うん、そう初めみんなやっぱ照れくさいんですですけど見てて何これみたいになってるんですけど、うん、徐々にグッと入ってくる感じが分かる感情をつられて分かるめっこさんの時どうでしためっこの時にその俺も話よく聞いてたし母子家庭ですごい、ねうんうん、姉ちゃんとその娘が兄弟みたいに仲良く育ってきたのを見てきてるから、なるほどだからそういう話も知ってたし、そうそうはいはい、俺はそうその姉ちゃんが、はい、姉ちゃんめっちゃこうね、泣いたりしない性格でほうほうほういつも明るいし気も強い感じやけど、うんうんうん、その時に泣いてる姉ちゃんを見て、うん、俺感動して泣いたそれ ね, それね誰かがグッと来てたら泣きますよねあの姉ちゃんが泣いてると思ってやっぱ寂しい娘以降も早かったから結婚20代前半で結婚でいたから、はいはいはい、もう兄弟のように常にニコイチでおったのにその寂しさもあるしそうそれもそうこれ見たらそうですね全部してるだけにね、うん、そうただ仲良すぎて、はいうん、週にくらいに実家来てるらしいから、うん、何となくねめいっ子が子供連れてあんま変われへんやん距離増えたくないやんそうそうそうそ う, そうめっちゃ賑やかよかったよ週にぐらいで来るぞ何の涙やったはぁはぁはぁまあよかったそう皆さんもどんなことで感動するでしょうかまたまたぜひぜひはい。